どうも皆さんこんにちは、こんばんは、エルザレットです。今回はトライストリンガーの有利位置は高いところだけじゃない有利対面の作り方となります。トライストリンガーを使っているとポジションの使い方は何かと問題になってきますよね。特に有利ポジションとなると試合の展開を左右させる要素でもあるので、ポジション自体を覚えることが大事になってきます。ですが有利ポジションを抑えただけでは試合に勝てるとは言えません。そこで今回はトライストリンガーの視点で有利位置についてまとめていきたいと思います。高いところが有利ポジションと思われるかもですが、そもそも有利位置が何なのか、そのメリットを理解することが試合の立ち回りに影響する部分になりますので、考え方の参考になればと思います。今後も更新をしていきますので、動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。そもそも有利位置ってどこなんでしょうかね。高いところが取れれば有利なのでしょうか、それとも広い場所でしょうか。この有利位置に関しては武器によって変わってきます。一般的に高い場所が取れれば有利なイメージですが、結構変わるんですよね。まあ、その違いについてですが、弓の場合は視界が広く敵を見渡して一方的に攻撃ができる場所になります。そのため敵から離れた場所や高台が有利位置になることが多くなる傾向です。一方ローラーなどの場合は見通しの悪い場所になります。高台下や壁裏など敵が油断して通る場所を抑えます。このように有利位置といっても武器によって全く違うんですよね。武器の特性によってここまで変わってきます。なので有利位置に関しては武器×マップで覚える必要があります。有利位置というと定義を決めていくことが重要になるんですよね。では有利位置はどうやって決めるのか、トライストリンガーでその基準を考えていきましょう。トライストリンガーの有利位置についてですが、まずどういった場面で活躍できるのかが重要です。トラストの強みというと射程の長さ、直射による壁裏への攻撃、ポイズンやメガホンでの邪魔となります。この強みを見てみると、相手を早く発見するほど牽制できるのが長所なんですよね。徹底的に抑え込む感じとなります。これを生かす場所を考えると、高台、視界がいい、距離感という3つが有利な位置になることがわかります。この条件が3つ整う場所がトラストにとっての有利位置になるわけです。傾向としては高台で網羅ができる感じですね。それじゃあ高台が結論でいいじゃないかと思うかもですが、それだと本当の有利位置を取れたとは言いません。その理由ですが、スプラは足場を塗るゲームのため、同じポジションでもその時の状況が大きく変わります。チョウザメで高台から見た状況を比較して、その状況の変化を見ていきたいと思います。1枚目は高台付近の塗りが取れており、敵との距離もある状況です。これだと見るからに有利位置の強みを活かせてますよね。ですが2枚目になると同じ有利位置なのですが、敵との距離感も近いですし足場も悪くなっています。この2つだけを比べてみると、高台という条件だけでは有利位置と決めるのは難しくなります。あくまで有利位置というのはその時に強みを押し付けれる場所となります。リアルタイムで条件を複数網羅し、常にポジションを変えて動いていくことが有利位置になります。基本的に有利位置は変わるというのを覚えておくと、無駄な凸を減らせる要因になると思います。それでは有利位置の基準や考え方がまとまってきましたので、有利位置を取る方法を考えていきます。まず有利位置を取ると言いましたが、どちらかというと作るというのが正しい言い方になるのかなと思います。まず有利位置を作る場合ですが、相手のポジションを潰す必要があります。これは相手が有利位置を取っている状況となるため、こちらがその前に迂闊に入らないようにするためになります。相手のポジション潰しをしてからでないと
ただデスするだけになるからですね。ポジションを潰すときは敵をポジションから引き離せれば OK となります。なのでキルでもポイズンでもメガホンでもどれも有効となるわけです。続いて潰したポジション周りを整える必要があります。これはその場を抑えるための下準備です。敵がさっきまでいたということはその周りにまだ潜んでいる可能性があります。また足場が整っていないため詰めてきます。ここでやられてしまうとせっかく相手を潰した意味がなくなりますので、しっかりと状況を作る必要があります。状況を作るというのは周りの足場を軽く整えることと敵の特定となります。ここまでできたら有利位置の確保となるわけです。ポジションを取るためになんとなくしてることもあったかなと思います。これだけのことをして取る必要がありますので、ポジションが取れるように粘って対面をするということが重要となります。有利位置ですることについてですが、相手の動きを止めることと味方のカバーとなります。有利位置を取れた状況というのはこちらの強みを押し付けれる状況となります。言い換えれば攻撃を通しやすい状況です。そのためトラストとしては相手の動きを止めるかキルを取ることが優先されます。味方は前線でルール関与や敵陣に攻撃を仕掛けていますからね。味方の生存を伸ばしながら試合を有利にする必要があるわけです。やる行動としてはシンプルですが、ここでしっかり攻撃を当て続けないと相手は容赦なくポジションを潰しに行きます。しっかりと維持するためにも対面力が必要になりますので、有利位置を奪わせないように足止めをしましょう。キル力に自信がないという場合はスペシャルやポイズンも使って動きづらい環境を作っていくことを意識しましょう。邪魔をするだけでも十分時間稼ぎができます。ポジションも維持できますし、味方も動きやすくはなります。最後にですが、有利位置で気をつけるべきこともあります。それはシェアの確保です。有利位置を取った場合ですが、敵の位置によっては攻撃が届かない場所もあります。こうなると攻撃を無理やり通す必要があるため、一時的に場所を移すことになります。ですがこの場所を移すときに注意が必要です。それは視野の狭さにより状況が把握できなくなるという点があるからです。チョウザメなどのように高台を取った時の状況ですが、ポジションを移動するだけでこれだけ視界が変わります。防衛するための位置取りではありますが、視界から得られる情報量は大きく変わるわけです。有利位置だけ取っても少しの移動でこれだけ大きな変化があるんですよね。ここに敵の裏取りが来るとやられてしまいます。このように有利位置を取ったとしても自分の行動で情報を遮断することにつながることもあるわけです。有利位置については本当に条件が整っているのか、視界は大丈夫なのか、しっかり確認するようにしておくことがおすすめします。はい、ということで今回はここまでとなります。トライストリンガーの有利位置は高いところだけじゃない有利対面の作り方はいかがでしたでしょうか。有利位置から対面有利につなげる話でしたが、この話はゲームスピードや知識量で変わる部分だなと思います。なのでポジションをただ取るだけではダメなんですよね。ポジションは取れたけどうまくいかないときは一度練り直しをしてみるといいのかなと思います。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。